皆さん、こんにちは。IIT ハイドラバードの幸太郎と申します。今日は、失礼いたしました。今日は日本語でお話しする予定でした。高度インド人材とその可能性ということで、お話をさせていただこうと思います。スライドは、日本語と英語を混ぜてありますので、多分英語スピーカーの方にもご覧いただけるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。で、まずですが、やはりそのインドと日本を考えたときに、こうどのくらい我々が、相互補完的なのか、コンプリメンタリーな関係にあるのかという、ちょっと例をご紹介できればなと思うんですが、例えば仕事とかですね、何かこうチャレンジングなことでこれできますかって聞かれたときに、日本の皆さんもインドの皆さんも、イエスと答えるんですけれども、このイエスの意味がどのくらい違うかっていうところだけ少し言及したいと思います。で、基本的にやはり日本のイエスというのは、結果に対する責任であって、あと、失敗なるべく避けないといけないという考え方があるので、イエスというにも少し、慎重な態度を取るのかなということを、よく、見かけます。で、それに対して、インドのイエスというのは基本的にはチャレンジをすることが大事で、で、失敗は、してもいいんだと。で、その代わり、それが次の成功につながるよね、というのがあるので、いろいろチャレンジするのが大事ということで、だいぶイエスの意味も変わってくると。そして、あと、やっぱり日本のイエスに戻ってくると、じゃあ、何をやったらそれが成功なのか、っていうことなのか、あとはスケジュールがどうなのかとか、どのくらい頻繁にアップデートしなきゃいけないのか、要は、連携相手がこう心配にならない程度にこうしっかりやるぞというのが、日本のイエスかなというふうに思うんですが、やっぱりインドのイエスというのは、むしろとにかく早くやることが大事で、早く着手することが大事、そしてやっぱり何か計画に変更があったときに、またはその成果そのものに変更があったときに、いちいちそれにこうパニックになるんではなくて、先ほど、ドンビーパニックというコメントがさっきパネルでありましたけれども、やっぱりその、何か変化があっても、動じないと。で、しっかり、最良の結果が出せるように、努力を、最大限の努力をするというのが、インドのイエスかなということで、やっぱりですね、こういう違いが、やっぱりいい悪いというわけじゃなくて、やっぱ相互補完的なんだろうという感じで考えています。で、やっぱりその、慎重さ、緻密さ、そしてやはりその着手の速さ、またはチャレンジスピリット、または諦めないっていうところを、やっぱりどうやって組み合わせて、お互いにイノベーションを作っていくかというところが、僕は非常に大事なんじゃないかなというふうに思います。ということで、やっぱりその、いいとこ取りをする、日本の考え方、インドの考え方、またその行動の仕方のいいとこ取りをすることで、実はもっと価値の高い、イノベーションが作れるんだろうというふうにいつも期待しています。で、トップ人材なので、具体的に、僕の個人的な、大学教員として指導した学生さんの中で、特に特筆すべき学生さんを、少し何人か紹介しようと思います。で、これはやっぱり日本の企業さんに、学生さんを雇っていただいて、どれだけよくやっている方がいらっしゃるかということになるんですが、まず2人いてですね、これは、スズキ自動車に学部から直接採用していただいた、学生さんお二人になります。ビプール君とプラテューシャさんなんですが、彼らが面白いのはですね、入社してから彼らのそのボスを説得するんですね。やっぱり大学はこういう面白い技術を持っていると、またこういう面白い研究者がいると。で、これは会社の将来の研究開発に必ず役に立つから共同研究しましょうという話をこうしてくるわけですよね。で、僕に話をしてきて、で、会社さんを説得するんじゃなくて、彼は会社さんを説得してくるんですよね。で、よく聞くとですね、あんまりこういう学生さんをこう日本から
国内で雇った学生さんで、こういうことをやってくる人たちはあまりいないそうです。で、やっぱり非常にこの、オープンマインドで、やっぱり何と何を組み合わせたらどんなに面白いことができるかっていうのを、常に考えている学生さんっていうのが、やっぱり日本に入ってきて、で、今実際 IIT ハイデラバードとスズキ自動車との間では、いくつもの、共同研究が、彼らのイニシアティブで実は走っています。なんで、非常にこう、チェンジメイキングな、ポジションにいるというふうに思います。で、あとよく言われるのが、インドの学生さんは日本語が喋れないんじゃないかと、で準備ができてないんじゃないかというふうに言われるんですが、実はこのお二人は入社後に日本語の勉強を本格的に始めて、まだ入社して1年2年目ぐらいですが、もう会議の通訳としてバンバン活躍してくださっていますという、非常にユニークなお二人です。で次なんですが、彼らは日本の企業に行ったわけではないんですが、彼らが作った研究成果が別のプロジェクトに使われる、または、日本の企業さんが、開発するシステムの一部として、採用される見込みができてきているというようなもので、やっぱりその、技術を作る、新しいコードを書くソフトウェアを作るでもいいんですけれども、それをこうただ作ってほっぽり出すんじゃなくって、やっぱり最後世の中に出ていくところまで踏ん張れる学生さんというのがやっぱりいるということですね。で、特に学生、学部生の場合は、僕と知り合ってまだ2年3年ぐらい、もう今卒業の時期ですけども、で、2年足らずでですね、やっぱり新しいブロックチェーンをこう、ゼロから構築して、で企業さんに、あ、これは使ってもらい、使いたいなと思わせるところまで作り込んでこう去っていくっていうところが、やはりインドの学生さんを見ていて、あ、こういう人はやっぱり一緒に仕事をしていて、指導教員として非常に楽しいなと、嬉しいなというように思うようなところでもあります。さて、インドのじゃあ人材を、特に高度人材をどういうふうに獲得するかっていうところで、これは実はあんまり簡単ではありません。特に、日本の企業さんが日本のヘッドクォーターから直接インドの大学にアプローチして学生 を取るというときは、結構大変な思いをされている企業さんが多いです。または、HR のエージェントさんを、頼るというところも多いかと思います。で、これはやっぱりインドのその採用システム、またはスケジュール、そしてルールというところが、やはり日本の、採用の、それらとはかなり異なっているので、なかなかそのルールやシステムにアジャストするのが、難しいのだろうというところが根本にあるのだろうと思います。で、特にインドの、トップノッチの学生さんには、やはり多くの企業さんが人材獲得を求めて殺到する状況になっているので、例えば採用面接をするとなった時に、いつ自分の会社にその面接枠がもらえるのか、で競合相手は誰なのかっていった時に、やっぱり外資系だとか国内の採用手と競合して、で面接枠を獲得して、で早いもの順にこういい学生を取っていくという、そういう世界でうまく生きていかなきゃいけないので、やっぱりそういうところが難しいのだろうなというふうに思います。そしてやはり面接の時間が非常に限られていて、でどうやってその限られた面接の時間内で、実際に、学生さんの良さをこう汲み取るのかっていうところが非常に難しいというところがあるので、実は僕はいわゆるインドの大学のキャンパス採用に参加するのに加えて、インターンシップでもいい学生さんが取れるんじゃないかというところをいつも話をさせていただいております。で、しかしですね、キャンパスで採用するにしても、インターンシップで採用するにしても、やはりそもそもインドの大学のそのシステムってどうなってるのかとか、どういう学生さんがいるのかとか、どういう強みがあるのかっていうのをなかなか知る機会がありません。で、そういう意味では特に IIT ハイデラバードでは、JETRO や JICA と、連携をして、ジャパンデーというのを毎年、行っていただいています。
で、今年も9月の24、25の2日間でやっていて、非常に充実したプログラムを、今準備しているところですので、ぜひこういうのと組み合わせてですね、やはり学生を知る機会、そして学生を取る機会、また試す機会としてのインターンシップとかキャンパス採用というのを、上手に組み合わせて、人材の獲得に、つなげていただければいいかなというふうに思います。であとはやはり学生を取るのもいいんですけども、取った後使いこなすっていう意味では、この一番最後の方に、ね、ちょっと話をしてさせていただいた、このインド人材のポテンシャルを引き出せるようなボスが御社にいますかと。で、多分インドにブランチのある会社さんであれば、ここはあまり問題がなかろうと思いますが、やはりなかなか、海外から人を取ったことがないんだけどどうしようかなっていう時には、実は日本にいて待っているボスの存在も結構大事というところで、こういうところも考えていかなきゃいけないのかなというふうに思います。簡単ではありますが、以上となります。もし何かありましたら、ぜひ質問や個人的にメールをいただいても結構ですので、ご連絡ください。ありがとうございました。